私今ちょっと少しだけ気分が落ちていましてえー、あらどうした最近買ったばっかりの帽子うん<あ>どっか行きました<れ><ー>買ったばっかりお乳の帽子が<う>これはちょっと悲しいよねえそれ一回 2回くらいかぶったんだけどどこかにあるはずなんだけどまだ見つからなくて忘れ物がねひどいのよはいはいはいそうですかそうなんですあの手袋を去年か去年の辺に買ったんだけどそれも2回くらいつけてで韓国行ったところで空港に置いてきちゃってええ忘れてあそっかそど どこになくすのっていう感じじゃない樋口<え> <私 S 1> どこに消えるの <うん S 1> っていう感じやな深、うん、本当にだから多分車に乗る瞬間に車の外に落とすくらいしか可能性がない樋口、はいはい、乗る瞬間にね<い> 帽子はある、俺はなかなかなくし物しないタイプなんですけど帽子ありますねあとの最近エアポッツあなくしたらエアポッツの中身だけなくなるというねで本当に恐怖ですよあの携帯でさエアポッツってあの探すっていう機能があって位置情報ある分かるんですよねだからそれで探そうと思ってでなくした時が割と そんな立ってないなと思ったの、その、中身はないって気づいたときに、だからさすがに充電はあると。うん、で、とんでもないとこにあるの。うん、日本と韓国の間の海。 そんなわけないのでもそんなわけないのよ飛行中に落としたんじそんなわけないのよ一応韓国に行って韓国に着いてからエアポッツを使ってました確実にそんなはずないので日本に帰る前に俺はその中身だけなくしてますなんでそんなとこにあるんだっていうねで今はもうその何位置情報を確認できませんみたいなああもうるは忘れ物とかないイメージないねなさそうないけど俺もマジで最近ちょうど 鍵がねえってなって。ああ、こ、え、れ、ー、ちゃ怖ない。危ない、ね行き。もう家の鍵がないってなって。うん、まあ別になんか、まあ俺別にそんな、まあどっかにある人っていうぐらいになるで、うん、まあバーって歩いた道とか探したけどなかったから、うん、あ,あ、やばいなって思って。うんうんうん 結局、あった場所が、うん、あの、玄関に刺さったまま俺て出るかけてて、えー。怖い怖い怖い。これめっちゃ怖ない <laughs> 怖いね。こんなことある <laughs> そうなんよ。なんか、初めてやねんけど、うん、そう、そういうのがあって俺も、ちょっとなんていうもう気をつけようと思って。えー、ああ、それはっい,は怖いうん、怖いのがありましたね。<ー> <laughs>